アクティビティオンアート的な感じでございます。そんな中でこのスタッフのみんなと立ち上げたイベントは夏秋を含めましてこちら3年目を迎えております。ザ・ダシティのこのステージを本拠地としまして、なんと夏の芸術祭というイベントでは今年15万人の20万人の観客動員数を数えました。そして今宵の浜松ハロウィン2012土曜日の大人バージョンもかなりの盛り上がりを見せているというわけで、大変皆様ありがとうございます。それではラテンゲージの皆様、準備はよろしいでしょうか。お待たせしました。いよいよラテンゲージの登場です。お願いします。こんばんは。こんばんは。せいこんばんは。ラテン芸人です、今日はハロウィンということでみんな仮装してくれて本当ありがとうございます。あ、ビッグなんていうの、ビッグよっしゃ、1曲目いきます。時間欲しいんで、はい。Thank you.
踊りたい人いますか？
みんな踊ったそうですね。ね、みんな。ちょっとラテンのですね、基本ステップって知ってます？知ってる人います？1、2、2人しかいませんね。この中にですね、マルチプレイヤー、楽器をサックスも吹けてダンスも踊れるっていう人なんです。そこで今日はどうしても基本のステップをみんなに教えてもらってね、教えて帰りたいってことね。来た人がいます。ミスター横山、はい。ミスター横山の基本ステップ講座。相方がいないとなんかちょっと照れちゃう。どうも、基本ステップ講座は今日はどうしますか。今日はどうしてもやりたいってことで、どうしても皆さん大きな拍手で。モデルが2人いましたね。じゃあ岡野君、じゃあこれ解説お願いします。Thank you.
来てくれました今井ちゃん、イエーイ。ちょっと最後の曲、なんて言って曲でしたっけ。足足で。もう一回言ってください。足足で。マイクいらなかったです。最後聞いてください。足足。Thank you.
así, cantaba toda mañana, ahora así, así, cantaba toda mañana. Guara, guara, no volteo, guara, 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 que yo ando más mañana. ベリーダンスやりますんで、皆様ぜひ見ていってください。お願いします。